goal. ゆっくりゆっくり、スピード出さずに。いいですね。OK です。で、くるっとこっちを向け。いいですね。で、ゆっくりゆっくり。スピード出さなくていいです。なるだけ高度も一緒になるように。もうちょいです。もう一息。もう一息向こうまで。OK です。で、右向けましょう。OK。で、スピード出さずに。ちょっと遠く行ってますので、手前へ戻します。ああ、いいですね。バックしましょう。ゆっくりでいいです。オッケーオッケー。オッケーです。じゃあそのままもう一回前進して右の隅まで。はい。そこです。オッケーです。止めて左向きに。ゆっくりゆっくり、スピード上がらないように、高さも上がらないように。いいですね。ちょっと高度を下ろして、いいですね。ちょっと上げましょうか、目の高さぐらいまで。もうちょいです。もうちょい頑張って前進。いいです。OK。いいね。もうちょびっと高度上げてもいいですよ。うん、その高さぐらいキープで前進しましょう。手前に、尻向きに戻して大丈夫です。向こう向いちゃっとるので。向こう向いてます。大丈夫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 、うん、バックバック、ピッチ下げて、オッケー、いいですね。じゃあもう一回右へ。そのスピード出さん感じがすごい大事なんです。オッケー。じゃあゆっくり左に行きましょう。向こう行ってます。向こう行ってます。左向けたときに、ルロンで移動しようとしたと思うので奥へずれるんです。左向けたらエレベーターをダウン。それか左向けながらルロンをちょっと左へ切ってやると、こっちへ機体が流れ出すので、それに合わせて流れ出したらラダーをっていう感じで、そこでエルロン切っちゃってください。左に、そうで流れ出したらそれに合わせて、そう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 、ちょっと向こうへずれてますね。あ、オッケーオッケー。スピードは殺す。オッケー。エルロンできっかけを作ってラダーで向きを変えていく。オッケーです。右向き完璧です。
オッケー。で、左に向けながら、もうエルロン切っていいです。その時点で。エルロン切って流れたら、そう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 。と、機体が流れ取れば楽じゃないですか。左へ向けながら、もうエルロンで左に流れながら、左へ流れていいです。そう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 、流れながら徐々に機種を変える。タイムは大丈夫ですか？もうやばいよ。オッケー。